この5つの漢字を見てください。これを見て漢字遊びをします。間違っているんですよ、どの漢字も。見つかりますか？発見してください。どこがおかしいか気がつきますか？5つとも発見できたらだいぶ漢字を書く力がついてきています。今までにちょっと触れたのもありますね。さあ、そしたらこちらの方で見ていきましょう。この字、節分の節ですね。不死とも読みます。さあ、どこが間違ってますか？はい、これですよ。何は武士の不死とも読みます。鰹節の武士、不死とも読みます。ですからここは、大里にしてはいけません。不死ですから不死作りにしてください。不死作りはこのように書きますね。直してくださいよ。はい、それではこちらです。千という字、どこかおかしいですね。はい、線はこのようにちょん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 切らない。はい、ここは必ず白い水、水を書いてください。水、このように書いていきます。いいですか？糸がちょうど白い水がずっと垂れていくようにまっすぐ続くんですから、水という字を書いてくださいね。途中でこんなふうにちょん切らないんですよ。次、剣という字、どこかおかしいところがありますね。こうなんです。ここまではよろしいよ。この下は必ず人を書きます。この真ん中からね。はい、このように重ね合わせて十字のようにしてはいけません。次、こちらは体育館、旅館、図書館、そういう美術館とかいう館という字ですね。この館という字はこのように口の口とは書かないで、ここは必ず先ほどの重要な機関で館の時言ったように、まず棒をまっすぐ書いて、そこにこうこうと入れてください、ね。はい、図書館はここだよ、ここだというふうに覚えておくと間違いませんね。それからね、よくこういう字を書いている子があるんです。この食偏と言いますね。食べるいう字がちょっとこう形が変わっているので、食べる偏と言わずに食事の食で食偏と言うんですが、その時にこう書いている子が時々おります。こう書いてはいけません。これは間違っています。ここは点書いて、よれ、それからこの斜め打ちですね。なんかこうカタカナのムーみたいに見えますね。だから点、縦棒を読むと、読むと覚えたらあまり間違わないでしょう。はい、それから次、これは発達の達、とてもあの人は元気で達者ですいう時の達いう字ですね。どこが違うか分かりますか？これは必ずヤギを、羊を表していますから、羊という字を書いてください。三本です。上が土ですね、下が羊です。角が二本で胴体と足が見えてます。はい、羊三本です。一本、二本、三本、これ二本しかありませんね。そしてここへ新芽を入れます。はい、それでは正しい字をこちらにもう一遍書いておきますよ。発達の達、図書館の館、それから実験の研、あるいは研鑽する時の研でもこんな字書きます。それから直線、あるいは曲線、曲がった線ですね。そしてこれが
竹冠に、よむみたいに書きますね。ちょっとここで、一つ皆さんにこの尿のことについてお話しておきます。この新尿のは一番後に書きますね。炎尿も一番後に書きます。炎尿は知ってますね。建築の件なんかですね。これは一番後で書くんですよ。後で書く。ところが先ほどやった宿題の第2のはこれから先書きましたね。これ第2尿というんですが、この場合は第から書く。それから尿の方から先書くのは起きるという字もそうです。これは走るという競争の層、層から書くので層尿と言いますね。こういうのはこれが先書くんですが、炎尿とか新尿というのは後で書く。これを覚えておいてくださいね。それではプリントコーナー行って、しっかり練習問題をやりましょう。プリントコーナーの勉強に入ります。まずこれですね、先ほど小麦粉って言いましたね。小麦粉って習った。この小麦粉、これは粉なんですね。ひらがなで書いておきます。それからね、冬になると北の国、雪国ではよくこういう雪が舞いますね。粉雪と言います。これは東海道新幹線、山陽新幹線が走っている地域の子どもあるいは四国や九州の子どもはあまりよくわからないんですが、粉雪が舞いますとね、向こうの方が見えないし息もできないぐらいになるんですね。雪国って冬は大変なんです。はい、粉雪の粉、これも訓読みですから書いておきましょう。もう一つの読み方はこれです。花粉、めしべ、おしべからにありますね。おしべから出るのが花粉、その花粉がめしべについて種ができます。花粉、こう粉というのは音読みです。読めますね。粉薬は苦くて飲みにくい。苦いという読み方は苦しいという読み方、こう書くと苦しいという読み方にもなりますね。はい、この送り仮名によって読み方が違ってきますから、よく覚えておいてください。こちらは苦しい、こちらは苦いです。それからもう一つは苦労の苦がありますね。さあ、じゃあこちらの方行きましょう。これはもうみんな音訓知ってますね。はい、誰でも読めます。さあ、はい、そう、大変ですね。変が音読みです。変化とも読みます。これまだもう一つの読み方があるんですよ。これ上にね、7という字を入れるとね、お化けの七変化、変化と読まないでその時は変化と読むんですね。化という読み方もこれあるんです。七変化、まあここでは、書かないでおきましょう。まあ変化という読み方もあると、めったにないけれども時々そういう読み方もあるんだよは覚えておいてくださいね。変化、それから早変わり、そう、変わるという読み方、これが訓読みです。変わるとか変えるとかね。さあ、これ読んでください。三、はい、うん、神が、はい、変色ですよ。変色と読まない、変色と読います。変色している、真っ白な紙でも、しばらくの間お部屋に置いていた黄色っぽく茶色くなってますね。ああいうのを変色していると言います。さあ、今度この字です。音読みと訓読みいきましょう。うんと水が冷えて固まるのを固体と言います。氷になりますね。ああいうのを固体という。足固め、強固いうのは強い、強く固くいうことですね。硬い決意、よし今度は試合でうんと頑張って一等取ってみるぞとか、今度のテストにはうんといい成績を取ってやろう、硬い決意で一生懸命努力したよという、こういう時に硬い決意を使いますね。音読みは強固の固、固体の固です。
訓読みは固いとか固まるとか固まりと読みますね。さあそれでは残りを全部問題をやっていってください。